こんにちは、横道それ太郎です。さあ、始まりました。ハードボイルド60分一本勝負。この番組では毎回1点、ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということなんですが、今回は特別編です。レイモンド・チャンドラー短編ベスト10、こちらをやっていきたいと思います。まあちょっと急にっていう感じではあるんですけど、まあ一応文脈がこれはありましてですね。6月16日、今年ですね、2023年の6月16日に、探偵マーローというですね、リアム・ニーソンさん主演の映画が公開されることになってますね。まあそれにあやかってじゃないですけど、まあ当番組も一応ハードボイルドっていう言葉を掲げてますんで、まあそろそろチャンドラー、まあまとめて作品をいくつかやるのがいいかなと思いまして、まあこういう特集をやろうかなと思った次第ですね。で、今回定本に使うのが、早川書房から出ているですね、チャンドラー短編全集というのが、これは全4巻で出てまして、そちらを定本にしたいと思います。まあこれベスト10っていう形になってるんですけど、まあ客観的な評価ということではなく、まあ完全に僕の主観で個人的な好みで選んでますんで、まあ特に深い意味はないので、そこら辺は、ご了承くださいという感じですね。で、まあ今回ちょっと短編っていうこともあって、どうしてもそのあらすじとかで、まあ割かし、こう、内容を紹介せざるを得ないところがあるので、まあ決定的な犯人が誰かとか、そういうネタバレはしないように、心がけるんですけど、まあ多少ちょっと話の内容が、まあ触れざるを得ない部分があるんで、もう全く情報を触れたくないよという方はですね、概要欄に今回選んだ、10本の作品ですね、10点の短編、リストアップしておきますので、そちらをまず読んでいただいて、また、この本編に戻ってきていただくっていうのがちょっといいかもしれません。はい、それでは早速第10位の方を発表していきたいと思います。第10位、ゆすり屋は打たない、小高信光さん翻訳の作品ですね。初出はブラックマスク1933年12月号。こちらはレイモンド・チャンドラーの事実上のデビュー作ということになっています。執筆に5ヶ月を要したというふうに言われていて、チャンドラーが45歳の時の作品ですね。はい、主人公は、マロリーというですね、シカゴの人間で三人称一視点で書かれています。チャンドラー事実上のデビュー作というのはですね、まあ、チャンドラーがもともとアメリカ出身で両親が離婚したのを機にですね、まあ、母方の実家に行くんですけど、それがまあ、イギリスなんですよね。で、イギリスに行って7歳から22歳ぐらいまでいるのかな。まあ若い間イギリスにいて、で、またアメリカに戻ってくるっていう、そういう、まあ経歴なんですけど、そのイギリス時代に、雑誌だったり新聞に、まあいくつか寄稿をしていて、まあ27編の詩、7編のエッセイ、いくつかの書評を発表したっていう風になっていて、あと、バラの花びらのロマンスっていう短編もあるらしいんですけど、まあそれに関しては、翻訳も出てないですし、あんまり、こう触れられる機会もないんですよね。まあまあ、通常それは含めずに、まあ、ブラックマスクでデビューした作品、まあ、ゆすりは打たない以降からカウントするっていうのが、まあ、研究上もファンの間でも通例になってるっていう感じですかね。はい、あらすじの方を紹介したいと思います。マロリーはある夜、クラブボリバーに映画俳優のロンダ・ファーを呼び出した。ミス・ファーがならず者のランドリーに宛てたラブレターをネタに1万ドルをゆすり取るためだ。ミス・ファーはその手紙を持っている人間が他にもいることをほのめかし、拒絶する。ミス・ファーのボディーガード、アーノを殴り倒してから店を出ると、二人の警官が銃を突きつけてきた。そんな感じの、内容になってますね。まあ先ほども触れました通りですね、チャンドラー事実上のデビュー作ということになっていて、まあ、マーローもので確立されていく、こう、私立探偵者っていう、まあ、依頼人が現れて事件を追っていって、そこでまあ、より大きい事件に巻き込まれてみたいな、そういった安定したフォーマットとは、まあ、またちょっと違ってですね、いろんな立場の、しかし物語上は、まあ、ほぼ等価な存在感を持つ悪漢たちというのが、まあ、入り乱れる、そういうちょっと群像劇的なノワール、そういうテイストが強い一編になっています。これネタバレチックになってしまうんですけど、いきなりその冒頭でマロリーという主人公がですね、まあ、ゆすり屋として出てくるんですが、まあ、これはちょっと事情がありまして、実は私立探偵なんですよね。まあ、そういうふうにわかるっていう構成になっていて、
まあそういう非常にどんでん返しというかですね、まあそういうプロットのツイストが多い作品なんですよね。まあこれはチャンドラーの作品全部に言えることかもしれないんですけど、すごくまあ筋が複雑で、で結構説明されない部分もあったりとかして、まあこのデビュー作のゆすりは打たないっていうのはまあ特にそれが強いという感じもありますね。ただそれでも何でしょうね、めちゃくちゃ引きつけるものがあるというか、すごく魅力的な短編なんですよね。よくですね、まあ、TBS ラジオで、アフターシックスジャンクション、通称アトロクという番組をやられているライムスターの歌丸さんが、まあ、映画批評で言うんですけど、作家のデビュー作には、そのアーティストの重要なものが詰まってると、そういう話をよくされるんですけど、まあ、まさに、まあ、この短編がそうかもしれないなっていうふうに思いましたね。まあ、僕が数えた限りだと、まあ、小さいものまで含めると、そのマロリーが実は探偵だみたいなことまで含めると、5から6回のですね、プロットツイストがあるんですよね。で、ここまで行くと、まあ、話の整合性とかよりも、まあ、物語の相対性とでも呼ぶべきものというかですね、非常にこう、こうかと思っていたらこうでした。でも実はこうでした。こうでしたっていうのが、矢継ぎ早にその繰り出される、そういう明定感みたいなものがあって、そこが非常にこう、まあ、最初は、ってなるんですけど、だんだんその癖になってくるというか、面白くなってくるんですよね。で、チャンドラー自身も、まあそのあたりを、まあ意識しているというか、まあちょっと関わりがあるようなことを言ってるので、ちょっと作家の言葉も引用したいと思います。これはですね、短編全集の第4巻、最終巻のトラブルイズマイビジネスの、中に収録されている序文というですね、まあ、とある短編集の冒頭にチャンドラーが書いた文章からの引用ですね。354から355ページからの引用になります。通常の探偵小説には、殺人は必ず明るみに出て正義が行われるという感情的前提があり、それは昔から変わらなかった。技巧的前提はというと、最後の結末を除く一切全てにあまり重要性を持たせぬことであった。そこへ至るまでは多かれ少なかれ、中間を持続させる技術だけだった。結末が全てを正当化するのだ。引き換え、ブラックマスク風作品の技巧的前提はどこに置かれたかというと、優れた場面を生めば、それは優れたプロットであるとの考えから、場面をプロットに優先させることに置かれた。理想の推理小説とは、最後が知り切れトンボでも読みたくなる作品であった。というふうに語っていて、まあ、要は、プロットの辻褄が合えばいいっていうもんじゃないと。その途中のですね、場面場面が面白くなきゃダメなんだっていうことを、まあ、言っていて、まあ、まさにその美学がこの、最初のデビュー作から現れているというか、まあ、特にその感じが強い一編かなっていう感じがしましたね。まあ、ちょっと数が多いのでサクサクいかなきゃいけないんですけど、一応一編一文ずつですね、気に入った文章というのも紹介していきたいなと思います。こちら13ページからの引用ですね。顔は今にもバラバラに、締まりのない寄せ集めの造作になりそうだった。という、まあ、これは字の文の、文章なんですけど、この番組でも最初の頃ですね、長いお別れ第2回から、もう本当に最初の最初なんですけど、その頃にやって、多少ハードボイルド小説とか、まああの頃よりは読むようになって、まあ文体に対する理解とかっていうのも、最初よりは深まったかなっていう状態で読んでみると、チャンドラーの文章はすごく変わっていて、特にその、まあ初期の頃ですよ、デビュー作に近い頃は、むちゃくちゃ外見描写が多いっていうのが特徴だと思いますね。その長さだったり多さは、まあ、ゆすりは打たないがずば抜けてますよね。で、その描写もちょっと特徴があるのは、まあさっき引用した文章もそうなんですけど、描写しすぎて人間のイメージがこうなんかバラバラに分解していくような感じがあるんですよね。まあそのバラバラになっていくっていうイメージが、まあまさにその一文の中に現れているような文章を引用しましたけど、まあそういう文章が出てくるところを見ると、まあ半ば意図的にやっているのかなっていう気もしますし、作品の雰囲気にもまあその結構合ってるんですよね。つまり人間が物体になっていく、そういう雰囲気があるというか、例えばまあ人間の目だったり口だったり、そういうパーツにめちゃめちゃフォーカスして長々描写するところとかもあるんですけど、まあ本来目も口も人間の意思を持った人間の一部であるはずなのに、それがこうまるでその人間とはまあ別の生き物というか別のものであるかのようにその描写されることで、なんか人間という存在が阻害されている感じというか、物として扱われるみたいな、そういうなんか
寂しさだったり冷酷さみたいなものがなんか文体にちょっと宿っているというか、まあそういう雰囲気が醸し出されているのかなっていう気がしましたね。っていう意味で、まあちょっと典型的な文章かなっていうふうに思ったので、まあさっきの文章を引用しました。はい、次の作品行ってみましょう。第9位ですね。キラー・イン・ザ・レイン。村上弘樹さんの翻訳ですね。初出はブラックマスク1935年1月号。初出時から主人公に名前はないんですが、マッキーという刑事と親しいことから、後のジョン・ダルマスという人物と同一人物ではないかと見られています。後に39年刊行の大いなる眠りという長編の中に組み込まれたことでも知られています。はい、それではあらすじの方行ってみたいと思います。私立探偵をしている私のもとにドラベックという男が訪れる。彼は血のつながらない娘のカーメンを揺すってくるスタイナーという男を退けたいという。どうやらドラベックは義理の娘に真剣な恋愛感情を抱いているらしい。探偵はいい結果にはつながらなそうだと思いつつ仕事を受ける。しかし尾行を始めた矢先、スタイナーは殺され、その傍らには放心状態になったカーメンがいた。まあそんなような内容ですね。ほぼ話の筋としてはですね、まあ大いなる眠りの前半部分に相当します。チャンドラーはですね、パルプ誌に短編を多く書いていったんですけども、それをかなり直接的にベースにして後に長編を手掛けていったんですよね。で、まあ、おおむね30年代に短編をこう書いていって、39年に、大いなる眠りっていう長編の一作目が出るんですけど、まあ、だいたい40年代以降ですね。40年代以降は長編の、季節と言っていいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん40年代以降も短編いくつか書いてるんですけど、まあこれを本人はですね、カニバライズドっていう風に説明していて、まあ共食いされたみたいな、まあかっこいい言い方をしてますね。で、大いなる眠りに関しては、本作ですね、キラー・イン・ザ・レインとカーテンという、まあ2作を、掛け合わせたようなプロットになってますね。まあ現代の作家ではこうあんまり見ないパターンなので、まあちょっと時代的なこう距離感みたいなものを感じてもらいたくて、そういう制作背景みたいなことも紹介しました。長編の大いなる眠りに比べますと、まあ、キラー・イン・ザ・レインのプロットは、まあ、かなりツイストが多いですね。まあ、短編なんで、その分、こう、ツイストが目立つっていう感じなんですけど、まあ、ただ、まあ、なんとか筋は終えたっていう感じでしたね。ミステリー的な部分のオチに関してはですね、まあ、短編の方が、むしろ長編よりも無情感みたいなものが強く残る作りになっていて、そこは僕は短編の方が好きでしたね。味わい深かったと思います。冒頭でドラベックという、まあ、男が出てくるんですけど、主人公がですね、まあ、愚かしくはあるんだけれども、そういう直情的なまっすぐな男のために行動するっていう、まあ、行動原理が出てきて、まあ、これは、長編含めですね、まあ、ロンググッドバイもそういう感じだったと思うんですけど、他作品にもよく出てくるモチーフですね。で、その味わいが長編よりも実は強く出てるんじゃないかなというふうに思いました。大いなる眠りよりも、キラー・イン・ザ・レインの方が出てるのかなっていう感じがしましたね。後半のショーダウンでですね、関係人物が、まあ、ほぼ全員集合して、事件の謎解きとアクションが同時に起きるという、展開があります。で、その爆発力っていうのは短編の中でも結構かなり屈指の出来栄えではないかなというふうに思いました。まあ、若干ネタバレ気味にはなってしまうんですけども、自分が行動したことで、まあ、かえって悪い結果になるっていうですね、宿命論的な展開が、描かれていきます。その暗さだったり閉塞感が非常に味わい深いエンディングをもたらします。終わり方だけを撮ってみると、まあこれが一番好きなエンディングかもしれないですね。かなり苦いビターエンドになってます。好きな文章の方行ってみたいと思います。279ページからの引用ですね。私は窓に目を向け、ガラスに当たった雨滴がゼラチンの溶けたように広がり、太い波になって伝え落ちるのを見守った。まだこの秋口にそんな雨は早すぎる。というですね。まあ、キラー・イン・ザ・レイン言うぐらいなので、まあ、雨が、ライトモチーフとして繰り返し出てくるんですが、その一つをちょっと引用させていただきました。まあ、印象に残ったのは、その、雨の雫をゼラチンの溶けたようにっていう風に、まあ、形容しているところが、ちょっと、まあ、珍しいなって思って、そこが、まあ、面白かったですかね。ちょっとそういう、まあ、粘着質なイメージというか、まあ、事件の始まりのところで、入る描写なので、まあ、ちょっとそういう不吉な予感みたいなものも込めたような雨の描写になっているのかなと思いますね。
まあ、まだこの秋口にそんな雨は早すぎるっていうような文章も、その、ちょっと嫌な感じというかですね、嫌な予感を探偵が感じているのかなっていうことを間接的にまあ表現しているような感じもありますね。大体雨が降るとよく、ろくなことが起きないというのが、レイモンド・チャンドラの世界なんだなっていうのを、短編全部読んでみて、ちょっと思いましたね。はい、それでは第8位行ってみたいと思います。黄色いキング、田村慶喜さんの翻訳です。書室はダイムディテクティブ1938年3月号。三人称の、ほぼ一視点で、主人公はスティーブ・グレイスという元ホテル探偵ですね。冒頭でこのホテル探偵をクビになって勝手に私立探偵業を始めようとします。まあ、ちなみにこのホテル探偵というのはですね、レイモンド・チャンドラの短編でよく出てくるんですけど、まあ、ホテルディテクティブもしくはハウスディテクティブというふうに言いまして、1870年代頃にアメリカで登場した職業とされています。まあ、ホテルでですね、怪しい客を監視したりだとか、まあ、トラブルを未然に解決したりする、まあ、警備員的な仕事ですかね。英文の記事にはなるんですけど、まあ、ホテル探偵について解説したいいブログがありましたので、そちらちょっと概要欄の方に貼らせていただきます。はい、あらすじの方行ってみたいと思います。ホテル探偵としてトラブルの対応を受け負うスティーブは、深夜に泥酔して騒いでいたミュージシャンのキング・レオパーディを殴りつけて黙らせる。レオパーディが何者かに脅迫されていたことをそこで知る。レオパーディがホテルの支配人と懇意にしていたことから、スティーブはあっさりとホテル探偵をクビにされる。そこで脅迫の件で何とか金を引っ張れないかと調査を始めるスティーブだったが、レオパーディの隣の部屋に泊まっていた娼婦が下宿先で殺されているのを発見する。主人公がですね、ホテル探偵をクビになり、ものすごく適当に私立探偵になろうと決めて行動を開始するというプロットなんですけど、まあこのなんか、むちゃくちゃ適当な感じというかですね、まあクビになったか、じゃあ探偵になるか、みたいな、まあ、大都会的な自由度みたいなものが非常に小気味良かったですね。まあ、しかも最初脅迫文をネタに若干その金をゆすり取ろうとしているような節もあって、まあそこら辺もちょっとノワール寄りというか、まあダーティーな感じで良かったですね。まあ後に確立されていくマーローものが、まあ結構マーローって、騎士、ナイトに例えられたりもしますけれども、まあめちゃくちゃ正義感の強い人間だと思うんですよね。でも短編の方では結構こういう小悪党みたいな、適当なキャラクターも出てきて、まあそこがちょっとフレッシュで良かったですね。で、プロット的な部分で言うと、まあ結構かなりミステリー成分が強い、短編なんですが、後半はですね、だいぶ入り組んできてよくわからなくなってきます。ただ、ショーダウンはですね、非常にこうサスペンス的な緊張感がみなぎっていて良かったですね。あと、まあ、ミュージシャンが出てきますけど、音楽やジャズについての描写があるので、そこら辺、まあ1930年代のね、そのジャズの様子とか、そういうのに興味がある方も、面白く読める短編ではないでしょうか。まあ、このレオパーディという人物は、まあめちゃめちゃ酔っ払って冒頭暴れたりしてますけども、まあすごい、嫌なやつというか、主人公は彼のことを嫌うんですけど、ただ、いや、でも音楽はめちゃめちゃいいなっていうふうなことも言っていて、音楽家としてはすごく認めているという描写があります。まあ、これもですね、先ほどのキラー・イン・ザ・レインの、ドラベックに似たようなですね、まあ、愚かな怪談時系の、まあ、人物、その系譜に属する人物かなと思いますね。後半ですね、ホテルの同僚ミラーとその弟で元ボクサーのガフという人物がいるんですが、その二人が住んでいる山中にある小屋で朝食を食べるシーンがあります。まあ、ここのリアリティとサスペンス感がすごくいいですね。まあ、僕個人的に映画だったり小説の中のいい朝食シーンというのをですね、収集している朝食シーンマイスターな部分があるんですけど、まあ、いずれ朝食シーンだけ集めた特集とかやりたいなって思ってるんですけど、デビッド・フィンチャー監督のセブンのね、朝食シーンとかもいいんですけどね。まあ、それ言い始めると、まあ、切れないんであれですけど、まあ、ここもですね、まあ、同僚のミラーからしたら、まあ、主人公はもう、ホテルクビになってるんで、まあ、ちょっと前まで同僚だったけど、今同僚じゃないみたいな微妙な関係で、そいつが急に朝来るわけですよ。で、朝来たから、朝飯食べてくみたいな感じで誘って、めちゃめちゃごついですね、弟のボクサーのガフと一緒に飯を食うんですけど、まあその若干気まずい朝食を感じとですね、まあいつこの一触即発するかわからないっていう緊張感も、非常にいいですね。
まあ、このシーンのインパクトと、まあ、人生のわびしさみたいなものがこうちょっと感じられるような、朝食シーンで、その印象が残って順位を押し上げたような感じがありましたね。まあ、あとチャンドラーっていう都会派の作家っていうイメージがあるんですけど、意外と読み直してみると、まあ、自然の描写も多いんですよね。で、この、まあ、山中のシーンなんで、まあ、山っていう自然の、イメージと、まあ、都市のイメージの対比っていうのもちょっと面白かったですね。じゃあ好きな文章行ってみたいと思います。122ページから123ページからの引用ですね。通りの向かいは、パオロ・ペルギーニ葬儀社という金色の看板がかかった赤レンガ作りの斎場になっていて、浅黒い肌をしたモーニング姿のイタリア人が、カーテンの引かれた戸口の前に立って、葉巻をくぐらせながら誰かが死ぬのを待っている。まあ、これは、調査で行った、まあ、街角の描写という感じなんですが、まあ、なんでしょうね。最後の一文の雰囲気ですかね。やっぱ、チャンドラーの文章っていうと、こういうちょっと皮肉が効いてるというか、まあ、間接的な文章が多くて、そこが文解的なそういうソリッドな外見描写と、こういうふわっとした、まあ、皮肉の効いた人物描写っていうのが、まあ、バランスをとって文体を作っているっていう感じで、まあ、これもちょっと特徴的かなと思ったので、引用しました。はい、それでは第7位行ってみたいと思います。金魚、木村二郎さんの翻訳ですね。書出はブラックマスク1936年6月号で、俺という一人称一視点で展開していきます。書出時の主人公はカーマディだったんですが、50年刊行の The Simple Art of Murder 収録時にマーローに変わりました。で、本文はマーローの方になっています。あらすじ言ってみたいと思います。私立探偵マーローのもとに元警官のキャシー・ホーンからある儲け話が持ち込まれる。19年前、ウォリー・サイプという男が郵便輸送車を襲い捕まった。しかし、車にあった2つの高価な真珠だけは見つからなかったという。キャシーは下宿人で元サイプと同房だったピーラー・マードという男が寝言でサイプの話をしたのを聞いたのだ。半信半疑でマードに会いに行ったマーローは彼が拷問の末殺されているのを発見する。キャラクター名をですね、まあ、カーマディから後にマーローに変更してるんですよね。まあ、これも面白いなって思うんですけど、すべてのキャラクターに当てはまるわけではないんですが、特に短編の、まあ一人称の主人公は、まあ、後にマーローっていう名前に変更しているものも多くて、どうもマーローとの互換性を持っているらしいということがわかりますね。まあ、要は、マーローへとつながる一人称の私立探偵主人公を、まあ、この頃からいろいろ模索して作り上げていっていったということですよね。個人的には別に、マーローに変わったからといって、ほとんど違和感ないんですが、まあ、もともとマーローっていう人物はカメラ愛的なところがあるので、まあ、微妙に作品によってですね、こう、キャラクターが変わるというか、まあ、言動によって若干冷酷度が変動するようなところがあるかなっていう気がしていて、まあ、ロンググッドバイの、マーローとかは結構優しい男っていう感じなんですが、この短編の金魚のマーローは、結構ダーティー寄りの、まあ、冷酷な人物という風に見えましたね。まあ、プロットがそもそもマーローに対して依頼っていうよりは、まあ、儲け話が、持ち込まれてっていう、まあ、ノワールモノ的なテイストが入っているので、まあ、そういう風に感じたのかもしれません。本作はですね、まあ、真珠の隠し場所を知っているとおぼしき老人という、まあ、ある種人間宝の地図的な男をめぐっての争奪戦という内容になっていますね。まあ、チャンドラーは非常に、まあ、デビュー前にこのジャンルに参戦しようっていうので、まあ、ダシール・ハメットを研究したらしいんですよね。で、その敬愛していたハメットの、まあ、マルタの鷹も、まあ、そういう宝物の争奪戦的な内容だったので、ちょっとそれを連想させたりもしますよね。まあ、またですね、その受刑者の人間地図的な人物と、それをめぐってのまあマンハントっていう設定がですね、個人的にはまあ最近読んだだけなんですけど、野田悟先生っていう方のゴールデンカムイっていう漫画があるんですけど、まあ、あれもちょっと連想させたりしましたね。まあ、ゴールデンカムイ的な面白さがありました。ゴールデンカムイもね、すごく、まあちょっと話取れるんですけど、あれもなんか漫画なんですけど、大衆小説的な面白さに溢れていて、まあそれをちょっとうまく言葉にはできないんですけど、まああれもいずれこの番組で扱ってみたいなっていう思う作品ではありますね。
で、まあタイトルに金魚っていう風に入ってるんですけど、まあその金魚を飼っている、なんだ、ウォリー・サイプっていう、その、まあ、元々服役していた男ですかね。その人間宝の地図の男が、まあ、金魚を飼ってるんですけど、まあその、元犯罪者と金魚っていうイメージの対比が、印象的な一本ですね。まあ、あの、デビュー作のゆすりは打たないもそうなんですけど、この作品に関しても結構複数のストーリーが、提示されてはひっくり返されるっていう展開が結構最後の最後まで、続きます。これを読んでいて思ったのは、まあ、もはやその、様々な事件についてのその論理的な解釈っていうよりは、まあ、論理的な正しさよりは、どのストーリーを主人公が最後選択するのかっていう、まあその主人公の存在感というか説得力そのものが、正解を担保するっていう、そういう逆転があるような気がして、まあこれは何かハードボイルドの性質をこう考える上で面白いポイントかなっていうふうに思いましたね。つまり普通のまあミステリーであれば、いくつかのストーリーが提示された場合、まあ論理的にどれが正しいのかっていう話で、正しくないものが排除されていって正しいものが残るんですけども、あの、チャンドラが書く小説の場合は、論理的にはどれも等価であることが多いんですよね。複数のその解釈っていうのが、まあ、どれも成り立つ話なんだけど、最終的には、まあ、主人公が指示したものが正解とされるというか、冷静に考えると、まあ、さっきまでの説明も別に論理的には成り立つんだけどなっていうパターンでも、主人公が提示したものが作品世界の正解になっていくっていう、まあ、これが、ちょっと面白い、あの、構造なのかなっていうふうに思いましたね。それでは好きな文章を言ってみたいと思います。320ページからの引用です。痩せこけた男は両手を拭くと、ベンチの端に腰掛けて、正気のない目で俺を見つめた。かつては男前だったのだろう。ずっとずっと昔のことだ。という、まあ人物描写ですね。まあなんてことない描写なんですけど、その最後に付け加えられた、まあ二つの文章ですね。かつては男前だったのだろう。ずっとずっと昔のことだっていう、まあこの、強調によって、まあ、人物描写にこう時間の厚みみたいなものが出て、ちょっと諸行無常じゃないですけど、まあ、そういうまあ寂しさみたいなものがこう加えられてますよね。まあ、こういうところで心理描写直接しなくても、何かこう、まあ、ムードを通じて主人公のまあ心理が伝わってくるというか、作品全体を通して感情的な気分を作っていくみたいなところも伺えますよね。はい、それでは第6位いってみましょう。赤い風。加賀山拓郎さんの翻訳です。書出はダイムディテクティブ1938年1月号、一人称一視点、私の一人称一視点で進んでいきます。主人公はマーローの前身の一人であるジョン・ダルマスだったんですけども、50年刊行の中短編集 The Simple Art of Murder 収録時に、フィリップ・マーローに変更されました。で、本文はマーローの方で統一されています。はい、あらすじ行ってみたいと思います。マーローはある風の強い夜、近所のバーで酒を飲んでいた。そこにウォルドという男が現れ、美人の女が現れなかったかとバーテンダーに尋ねる。バーテンダーが知らないと答えた直後、それまで泥酔していて突っ伏していたはずの男が、不意にウォルドを射殺する。その殺し屋はウォルドを狙っていたようだが、ウォルドが店に来たのは偶然にしか思えない。なぜ、そしてどうやってウォルドは殺されたのか。まあ、ちょっとミステリー色強い感じのプロットですね。僕が面白いと思ったのは、まあ、キラー・イン・ザ・レインで、まあ、雨がライトモチーフとして出てきたんですけど、これはですね、風がライト、モチーフとして、前編を包んでいます。まあ、その風の他にも雨だったり、夜のモチーフとか、こうした、まあ、ライトモチーフっていうのがよく使われるっていうのが、レイモンド・チャンドラーの、まあ、文体の一つの特徴かなって思いますね。まあ、夜から始まって、その夜が明けるまでで事件が解決するとか、そういった形の使い方ですよね。で、雨が降り出して、強くなって事件が解決して止むみたいな。シーン単位でも、例えば焚き木の描写であったりとか、まあラジオの描写であったりとかっていうのを定期的に挟んで、時間の推移だったり、まあシーンの統一感を表すためにそういうモチーフを使ってるのかなっていうふうに思います。まあ、現代の小説だとあんまりそういう描写を見ないので、まあなかなか面白い表現の方法だなっていうふうに思いましたね。で、この風のイメージは、まあ単に風が吹いているよっていう、まあその時間の経過だけじゃなくてですね、狂気、まあ感情ですね。狂気あるいは感情、そして偶然っていうイメージとも関わりを持っています。例えば74ページでは、熱い風の精査、私はにやりとした、
今晩は誰もが行かれているというふうにですね、まあセリフがあるんですけど、その直前にはですね、まあ偶然起きた出来事なんかにも言及していて、まあ、この暑い風、誰もが行かれている、そして偶然っていう、まあこの3つのモチーフがこう、イメージ的に連関を作っているということがわかりますよね。まあこういうふうに考えていくと、まあ風だけじゃなくてですね、山や湖なんかでも、そうなんですけど、そういう自然のシチュエーションで殺人が起こるパターンというのも多くてですね、まあ、どうもそのチャンドラーの作品世界の中で、自然とその暴力とか、そういう、まあ、狂気、偶然、その理性、まあ、そうですね、理性的なものではコントロールできない何かっていうのがそういったモチーフにちょっと、固くされているのかなっていう気もします。ただまあ大都会でも普通に殺人は起きるので、まあそことの関わりとか、まあちょっと今後考えていったら、まあ、面白いテーマかなっていうふうにも、思いましたね。この短編はですね、まあ冒頭のシーンの意外性と切れ味の良さっていうのがすごく良くて、まあオープニングシーンの切れ味ではこれが第1位かなって思いましたね。エンディング部門では、キラー・イン・ザ・レイン。オープニング部門ではこの赤い風かなっていう感じです。シチュエーションも含めて、まあ少し西部劇的なところもあって、41ページでは大陸横断鉄道のイメージなんかも出てきます。まあよく、ハードボイルドと西部劇の、連続性みたいなものを指摘します、されますけども、まあこの短編なんかはそういう、やっぱり西部劇のそのイメージというか、そういうもの、ハードボイルドが引き継いでんだなっていうのをこう、ちょっと感じさせるようなものもありましたね。それでは41ページ好きな文章の方を引用していきましょう。これちょっとアクションシーンですね。顎が落ちたところを殴りつけた。最初の大陸横断鉄道の線路に最後の犬釘を打ち込むように拳を叩きつけた。今でも拳を握りしめるとあの時の感触が蘇る。はい、犬釘っていうのはまあなんか鉄道のレールをですね、枕木に固定するときに、使う装置っていうことらしいんですけど、まあそれ専用の釘みたいな話で、アクションシーンにこういうイメージを挟むのってちょっと面白いなと思って、まあ引用しましたね。ちょっと西部劇のその名残というかね、その西部開拓時代の名残みたいなのがこう比喩として出てくるのがまあ面白いなっていうふうに思いましたね。はい、それでは第5位行ってみたいと思います。ヌーン街で拾ったもの。三河清さんの翻訳ですね。書出はディテクティブフィクションウィークリー1936年5月30日号になってます。三人称多視点で主人公はピート・アングリッチという麻薬取締家の潜入捜査官。書出時のタイトルはヌーンストリート・ネメシスだったらしいんですが、チャンドラの反対を無視して黒人の登場人物数名が白人に変えられてしまったという経緯もあるらしいです。あらすじの方行ってみたいと思います。潜入捜査官ピート・アングリッチは安宿で水管スマイラーに襲われるが、揉み合いの末相手を射殺する。翌朝、バスへの安食堂で朝食を食べていたピートは、ヌーン街にはそぐわない身なりのいい女性を見かける。彼女を尾行すると、車の中から中身のわからない包みが通りに投げ出されるところに出くわす。怯えてその包みを取りに行くことのできない彼女に代わって取りに行くと、ピートは無数の警官たちに取り囲まれてしまう。はい、そういった内容で、まあ話が非常にタイトで比較的わかりやすい部類に入るのかなと思います。だけど、まあしっかり最後はツイストもあって非常に満足感ありましたね。まあ最初の頃の短編に比べると描写量がかなり抑制されていることがわかるんですけども、まあ非常にリーダビリティが向上しているなというふうに思いました。まあそういう、まあ一気にね全部のチャンドラーの短編読んだので、まあそういう、まあその作家の作風の変遷みたいなものも伺えるのも面白いところでしたね。特にヌーン街を舞台にした冒頭のシークエンスは非常にその大敗的な街の雰囲気がよく伝わってきますね。まあ上質なノワールという感じがして良かったです。この話はですね、まあ主人公ピート・アングリッチなんですけども、スマイラーというまあその酔っ払いの視点から始まって、こうふっと自然にピートの方にですね、スムーズに視点移動するんですけど、そこも意外性があってですね、まあどちらの人物もヌーン街というまあその引いた視点で見たら入れ替え可能な等価の存在に過ぎないみたいな、そういう突き放したクールさみたいなものが感じられて、それも作品の雰囲気にとてもよく合っていたと思います。敵側のですね行動原理もしっかりと設定されていて、まあ多少キャラクター悪みたいなものがあるんですよね。
で、そこに、まあちょっと切なさみたいなものもあって、出番は少ないんですが、印象的な敵キャラクターになっていたかなと思います。印象に残った文章を言ってみたいと思います。183ページからの引用です。女は男の顔をじっと見た。ふっくらした唇に笑みが浮かび上がったが、口の端まで届かずに消えてしまった。溝に落ちていた新聞紙が風で舞い上がり、男の足に絡みついた。男は苛立たしげに足を動かして振り払った。こちら冒頭のヌーン街で女がスマイラーに酒をせびるというシーンですね。まあ初期の頃に比べると、外見描写がこう動きを伴うものになってきていて、まあふっくらした唇に笑みが浮かびかかったが口の端まで届かずに消えてしまったっていうこの一文の中に、こう、笑みの生成して消失するまでっていう動きがあるのが面白いですし、そこに短文で、新聞紙が風で舞い上がりっていう風に、こう、空間がキャラクターと相互作用するというか、まあそこで溶け合っているっていう感じも面白いですし、最初の頃の短編はそのバラバラ系の、分解系の文章が多かったんですけど、逆にこの、なんでしょうね、一つの対象が他の対象とその溶け合うというか、融合するっていう、まあ、また別のその文章の原理が出てきて、まあ、長編を書く頃になると、こっち系の文章の方が多くなっていってるなっていう印象がありましたね。はい、そういう意味で、まあ、これも分解系の文体と並んで、代表的な、まあ、融合系というか、融解系というか、そういう、まあ、融解って言った方がいいかな。何かと何かが、こう、境界線を失って溶け合う系の文章ですよね。まあそっちも代表的かなと思ったので、ちょっと引用してみました。それでは第4位行きましょう。聖堂の扉、朝倉久志さんの翻訳です。書出はアンノウン1939年11月号で、幻想ものですね。主人公はイギリスの名家の、末裔サットン・コーニッシュで三人称一視点で書かれています。あらすじの方行ってみたいと思います。イギリスの没落した名家の末裔サットン・コーニッシュ氏は昼から酒を飲む無気力な生活を送っていた。そんな中、妻が出て行ったことをきっかけに、あてもなくサットン・コーニッシュ氏は散歩に出る。ある骨董品屋に迷い込むと、そこにあったのは巨大な聖堂の扉。しかし、それは単なる扉ではなく、みたいな感じですかね。ミステリー要素は全くなくてですね、完全な幻想小説になります。まあ、文体もそれに応じていつもよりやや間接的で長めに書かれているかなと思いますね。まあこういう、チャンドラーが幻想小説書いてるっていうのは全く知らなかったので、すごく、まあ意外だったこともあって、めちゃくちゃ面白く読みましたね。で、もともと文体がまあ省略だったり、まあ皮肉、そういう含みの多い文章なので、案外幻想小説に結構文体がマッチしてるように思いましたね。多分、チャンドラーが、幻想小説を書いてるのは、これと、もう一つの、まあ、二点だけになるんですけど、まあ、このラインの作品をたくさん書いていったら、どうだったのかなっていうふうなこともちょっと思ったりするぐらい面白かったですね。主人公がイギリスの没落した、まあ、名家のうだつの上がらない男という感じで、他にもですね、まあ、イギリスを舞台にした作品がイギリスの夏という短編があるんですが、まあ、チャンドラーとイギリスっていうのは非常にこう、まあ、縁が深くてですね。まあ、先ほどもちらっと言ったんですけど、まあ、母方の実家が、まあ、そもそも、アイルランド系でイギリスにあるっていうところがあって、まあ、7歳の時に両親が離婚したので、イギリスのアッパーノーウッドっていうところにある祖母の家に移ったと。で、23歳でアメリカに移るまでは、まあ、イギリスにいたらしいですね。ちょっとフランク・マクシェインさんのレイモンド・チャンドラーの生涯からちょっとそのイギリスパートから一部引用したいんですが、36ページから引用します。後年チャンドラーは母の姉エセルと彼の祖母によって彼の母に加えられた数々の侮辱を思い出している。食事の時上座に座ったチャンドラーの祖母はフローレンス、お母さんですね、フローレンスを除く全員にワインを勧めた。それは彼の母が世話になっているという境遇と、そして彼女の先父を思い出させるためであった。というふうに書いてあって、まあ結構イギリスで辛い目にあったらしいですね。ということで、まあイギリスっていうものに対して、単にまあ幼い頃を過ごした故郷っていうだけじゃない思いがあったっていうのはまあ確かだろうなと思いますね。
はい、断片の方戻りまして、まあ多少ネタバレにはなるんですけど、この聖堂の扉が何なのかっていうことを説明しないと、この断片の意味がわかんなくなっちゃうんで言いますと、くぐった万物を消してしまうという扉なんですよね。で、そういう不思議な、まあ、パワーを持ってるんですけど、まあ、すごい不気味ですよね。ただ、理由とかは説明されてない。そこがまた一周回って不気味であるっていう、まあ、本当幻想小説らしい展開なんですけど、まあ、その中心的なモチーフだけでも強力なんですが、まあ、そこに過去から現れた、らしき二輪馬車みたいな別の幻想モチーフも出てきて、まあ、そのモリモリ具合にですね、やっぱりハードボイルドを書いてる時と同じ、チャンドラの、読者を絶対に飽きさせないぞっていう、まあそういう気概を感じて、まあやっぱり同じ作者だなっていうふうに思いましたね。まあその冒頭で妻に捨てられた主人公が古き良きイギリスへのノスタルジーを抱くんですよね。で、そこから今はもう走っていないはずの二輪馬車というのが現れて、それに乗るところから物語はだんだん超自然的な展開になっていくと。そのノスタルジーを介したこうグラデーション的な幻想への展開が非常にまあ巧みだなというふうに思いました。好きな文章の方行ってみたいと思います。162ページからの引用です。その声は氷塊の浮かぶ川面を伝わる無敵の冷たい響きを思わせた。まあ人物描写なんですけど、その声は無敵の冷たい響きを思わせただったらまあわかるんですけど、音つながりで、メタファー作ってるってことなんですけど、氷塊の浮かぶ川面を伝わるっていう文章を挟んでることで、そのビジュアルイメージも、こう一回ここに挟んで、そこからまた音のイメージに戻るっていう、そういうなんかメタファーの使い方をしていて、まあそこがちょっと面白いなっていうふうに思いましたね。まあいつもよりもメタファーの、密度が濃いというか、まあビジュアルイメージが強めで設定して書いてるのかなっていう感じがありましたね。幻想小説っていうこともあって、はい、それでは第3位いってみましょう。犬が好きだった男、田村義信さんの翻訳です。書室はブラックマスク1936年3月号、一人称一視点で主人公はカーマディですね。40年刊行のさらば愛しき女ように部分的に組み込まれたことでも知られています。あらすじいってみましょう。私立探偵カーマディは、ドクターシャープという男の家のベルを鳴らした。ある警察犬を探すためだ。依頼人によると、ならず者たちと付き合いがある若い女性のイザベル・スネアが一週間前に失踪したという。その愛犬をイザベルの友人がここで目撃したのだ。犬を連れてきたのはフォスという男で、ドクターはただ預かっているだけだという。不審に思った探偵がドクターをつけていくと、町の外れにあるある家で、ドクターは犬に噛み殺されていた。これめちゃくちゃ面白かったですね。まあ、全体にアクションテイストが非常に強い、まあ、冒険者寄り的な一本でしたね。特に後半ですね、まあ、海上で違法賭博を営んでいる船っていうのが出てきて、そこを舞台にしたバトルが描かれるんですけど、そこは非常にエネルギーに満ち溢れていて、大藪春彦さんの野獣死すべし復讐編をちょっと連想しましたね。あれも船の中でのものすごい虐殺シーンがあるんですけど、まあそこと比べちゃうとまあエネルギー的に一段劣るかもしれないですけど、非常にこう切れ味ありましたね。関係者が入り乱れて三つどもえになるショーダウンっていう、まあその構造は他作品にも共通しているんですが、まあもしかしたらインパクトっていう点では一番かもしれないですね、ショーダウンの。後半舞台になってくるですね、犯罪のない美しい田舎の港町とその沖合の戦場で巻き起こる野生的な暴力というですね、対比が空間的にも非常に印象に残りました。ヘルパーキャラというかですね、主人公に協力してくれる男として、まあレッドという若干ならず者っぽい男が出てくるんですけど、彼が非常に印象的でしたね。主人公を賭博船こっそり運んでくれる人物なんですけど、まあ、ご都合主義になりかねないところなんですけど、非常にこのキャラクターにリアリティがあって、まあ、作品の風通しを良くしてくれているかなという感じがありましたね。まあ、最後のショーダウンのところで、まあ、警察犬のフォス、敵だったはずの強盗の男、そして主人公カーマディが、まあ、一瞬共闘関係で結びつくというのも非常に生きてですね、まあ、彼らを結びつけているものをよく見ると、まあ、それはやっぱり孤独と自由というモチーフになりそうだなというふうに思いましたね。まあ、そして、まあ、警察犬のフォスっていうある種のその、
まあ、自然のイメージがまたしてもその暴力の発露のところで現れるというところも、まあ、見て取れましたね。好きな文章の方行ってみたいと思います。167ページからの引用です。暗い物陰へ身を潜め息を肺いっぱいに吸い込む。そして吠える。故郷を遠く離れた孤独で飢えた凶暴極まりない灰色狼の遠吠えだ。まあ、これは戦場で、まあ、狼というか、まあ、その、フォスの、警察犬フォスの居場所を探すために、探偵が、あの、遠吠えの真似をするっていうシーンなんですけど、まあ、ここで、自然というか、まあ、灰色狼のイメージと主人公のイメージが、まあ、重なるシーンで、で、故郷を遠く離れたっていうふうにあって、まあ、空間的にもね、その戦場っていう、まあ、陸地から隔絶された空間ですし、なんか、なんでここにたどり着いたのかわからないけど、戦っているっていう、まあなんかそういう私立探偵としての、こう、寂しさみたいなのが一瞬、こう、ふっと浮かび上がるような。でもちゃんとそのプロット的に、無理なくそれが、行動と結びついていて、まあ、非常にいい、物語的に盛り上がる文章だなっていうふうに思いましたね。はい、それでは第2位行ってみましょう。ビンゴ教授の鍵薬。古沢義道さんの翻訳です。書室はアメリカのパークイースト、1951年6月号から8月号に連載されました。チャンドラーが10年ぶりに発表した中短編小説になります。主人公はジョー・ペティグルー、三人称一視点ですね。あらすじ言ってみたいと思います。ジョー・ペティグルーは若い妻とポーター・グリーンという男との三人暮らし。妻とポーターは昼間からジョーのことを意に介さずイチャついている。たまらず家を出たジョーはシルクハットに夜会コートという時代錯誤の格好をしたある男に出会う。オーガスタス・ビンゴ教授と名乗った男はジョーに姿を消せる不思議な鍵薬を渡す。聖堂の扉と同じく幻想小説なんですけども、まあ、作品としての密度はこっちに軍配が上がるんじゃないかと思いましたね。まあ、チャンドラーの、短編ベスト10って言って、幻想小説2つランクインさせるのどうかなって思ったんですけど、まあ、まあ、あまりそういう幻想小説書いてるっていうイメージもないのかなって思ったので、ちょっと紹介したいなっていう思ったこともあり、かつ、まあ、普通に面白かったこともあり、どうしても上位に入れてしまいました。冒頭、ジョーという主人公がですね、妻をまあ、ポーターに、まあ、言っちゃえば寝取られているというですね、心理的なサスペンスから始まります。まあ、ここは非常にこう、ジョーが鬱憤を溜め込んでいるということが伝わってきて、一方で、イチャつく二人はそんなことは全く気にしていないというですね、まあ、この温度差がめちゃめちゃこちらをこう、ハラハラさせるんですよね。ただ、ここでミソなのは、一方で、ジョーが、ポーターの方に共感を寄せたりもしていて、まあ、チャンドラーはこのパートをですね、単純な三角関係に閉じようとはしていない。それを、複雑化しようとしているっていう意図が、感じられましたね。まあ、このように心理ドラマとしても、一筋縄ではいかないというのが、まあ、本作の読みどころになってますよね。まあ、これに限らずサスペンスは、まあ、こう、ニッチもサッチもいかない状況で、主人公が板挟みになるっていう構造的には、まあ、言っちゃえばシンプルなものなので、その、間を埋めるのは何かって言ったら結局主人公のこう、焦っている心理なわけですよね。だから、サスペンスって意外とその人間ドラマというか心理ドラマが上手くないと間を持たせられないのかなっていう気がするんですけど、そこをこのビンゴ教授の鍵薬はうまいこと乗り切っているというか、まあ普通に心理ものとして面白いっていうところがこの作品の魅力かと思いますね。そしてまあ透明人間っていうまあある種伝統的なモチーフにですね、鏡に映ったもう一人の自分というですね、さらにもう一個幻想的なモチーフが入ってきます。まあ、ここも、聖堂の扉と似てるんですけど、まあ、チャンドラーのその飽きさせない力というかですね、展開をその累進的に複雑化させていくっていう、まあ、その結果よりもプロセス重視のドラマ剣っていうのが垣間見えるんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと意味が伝わらなかったかもしれないですけど、その途中からですね、まあ、鍵薬を嗅いで、この主人公がまあ透明になって、まあポーターグリーンとですね、まあ妻に復讐をするっていう展開になってくるんですけども、そこプラスしれっとですね、鏡に映った、人物と会話を始めるっていうのが入ってきて、そっちも行くみたいになるんですよね。
で、そのそっちも行く感が結構楽しいっていうところがあったりします。まあ、ジキルとハイド的なモチーフも入ってくるっていう感じですかね。聖堂の扉の方にもですね、まあ後半警察官が登場してくるんですけど、本作ではより警官の役割っていうのが大きくなっています。まあ途中ちょっとネタバレチックになっちゃうんですが、まあポーター・グリーンが、妻と、ジョー・ペティグリの妻と喧嘩して妻を殴り殺してしまうんですけども、で、その放心状態のポーター・グリーンをジョー・ペティグリは今度は自殺に見せかけて殺すという展開になってくるんですよね。で、そのジョーの犯した殺人に対してあくまで現実的なアプローチで対応するその警察官の存在が、まあ、非常に作品にリアリティを与えてくれていますし、余計にジョーの置かれた状況の不思議さっていうのを強調する、そういう作りもなってるかなと思います。で、面白いのが、まあ彼ら警察官から見ると、まあ透明化したジョーの犯した殺人っていうのがこう、まあ、完全に施錠されてたのに、なぜか、まあ、ポーター・グリーンが射殺されていたっていうことで、まあ、密室殺人に見える。その不可能犯罪に見えるっていうのも、まあ、面白かったですね。で、まあ、二人組の警察官なんですけど、その二人同士の、警官同士の対立っていうのも含まれていて、まあ、そこもリアルだなっていうふうに思いました。結構、現代の警察小説を見てるような、読み味があって、で、そこと幻想小説的なメインプロットが絡んでくるんで、まあ、これは、ある種チャンドラーにしか書けない幻想小説っていう感じで、面白かったですね。これを長編で展開していたらどうなったのかなっていう、そういうふうに思うぐらい面白かったですね。で、人間ドラマとしてもですね、まあ、ジョーはかつてサーカスにいた過去があるという設定があって、まあ、そのあたりのキャラクターの厚みがですね、まあ、単にワンアイデアの幻想小説ではないという、そういう実在感を作品に与えてくれてまして、しかも、まあ、最後の最後にこの設定が活かされてくるショーダウンがあって、まあ、そこも活かしてくるかっていうふうに、まあ、ちょっとうならされましたね。で、しかもちょっと切ない味わいもありましたね。まあ、全体的に時代に取り残された、全くタフではない男の、まあ、一人の平凡な男の心理を丁寧に掘り下げた、まあ、傑作と言っていいんじゃないでしょうかね。サスペンス方面の長編もちょっと、ジャンドラーのそっち方面の長編も読んでみたかったなっていうふうに思うぐらい面白かったです。ラストの切れ味も鋭いですね。好きな文章を言ってみましょう。424ページからの引用です。何も言うことがなかった。この世はタフなガキで溢れている。連中の天下だ。この世はポーター・グリーンみたいな連中のものだった。こちら墓地で若者の強盗に襲われ撃退した後の、ジョー・ペティ・グリューの、まあ、セリフというか字の文ですね。まあ、ここを見ると、まあ、その完全にそのフィリップ・マーローものとは違う世界観というか、まあ、こういうタフなガキで溢れている世の中で、誰よりもその人を出し抜くというか、そういう、まあ、ヒーローの活躍を描いたのが、フィリップ・マーローものだとすると、まあ、そうじゃない普通の人間の、まあ、サスペンスを描いた作品という感じがしますよね。で、その、まあ、わびしさみたいなものを結構こう、端的に、表現する文章で、僕はここは非常に好きでしたね。はい、それでは第1位行ってみたいと思います。待っている、田口俊樹さんの翻訳ですね。書出はサタデーイブニングポスト1939年10月14日号参議院賞1支店で、主人公はホテル探偵のトニー・リセック。あらすじの方行ってみたいと思います。深夜1時の死んだように静かなホテル。ホテル探偵トニー・リセックは、気だるくラジオに耳を傾ける宿泊客のミス・クレッシーと話す。彼女は誰かを待っているようだ。そこに兄でマフィアのアルが現れる。アルはクレッシーをホテルから追い出すという。彼女の元夫のロールズは、組織の金を持ち逃げした後、引き逃げで服役していた。アルは出所したばかりのロールズを待ち伏せして捕まえ、金を回収しようとしているのだ。クレッシーが待っているのはそのロールズ。トニーは決断を迫られることになる。まあそんなような、内容ですかね。これはですね、まあ読んだ瞬間に、あ、これが1位だなっていうふうに思いましたね。まあ非常にタイトなセッティングで、まあ主人公がこう主体的な行動をすると。そしてラストの、まあ暗い切れ味。現代のですね、ウェルメイドな90分ぐらいのこう短いだけどめちゃめちゃ面白いノワール映画を見ているようなすごく満足感がある。まあ一本でしたね。まあ気だるく鋭く意地が悪い。そしてまあリアルな物語なのに何か抽象的な、
ものが短編的な物語のその鋭さそのものによって立ち現れてくる、まあ、理想的なノワールなのかなっていうふうに思いましたね。チャンドラーはですね、まあ、この短編全集に収録されているものもそうなんですけど、ものもっていうか、まあ、それが全部らしいんですけど、100ページ前後の中編が多いんですよね。まあ、だから、短編集っていうふうに言われてるんですけど、まあ、短い長編を読んでるっていう感じのテイストが多い中、まあ、これは、33ページと、本当の意味で短編っていうふうに言えるものだと思うんですよね。で、その長さが、まあ、展開的にも非常にこう引き締まった感じというかですね、鋭さを与えたんじゃないかなというふうに思いましたね。まあ、中短編前作読んでみて、まあ、思った、まあ、ちょっと総括的なことになるんですけど、こうチャンドラーのイメージをこう自分が勝手に作り出してしまっているっていうことに気づきましたね。やっぱり何かこう、まあ、長編のイメージが強いからだと思うんですけど、ハードボイルドで孤独でタフな、まあ、騎士、ナイトにも例えられる、私立探偵、それから皮肉なセリフ回し、そして哀愁っていうですね。まあそんなイメージ。ただ、まあ人間側よりもですね、まあ世界に焦点を当てた、まあこういうタイトなノワールもあるんだなと。まあ言い換えれば弱い人間の方を描いた作品もチャンドラーは描いてるんだなっていうことが、まあ、知れてそこはすごく良かったですね。はい。で、まぁ、あ、ちょっと作品の方戻りますと、静まり返った人気のないホテル、あまりやる気のないホテルマンたち、一人ひっそりとラジオに耳を傾ける謎の女性、そして中年で小太りのうだつの上がらないホテル探偵。まあ、こういった要素がですね、非常にこう暗くて小さな世界っていうのを作り上げていて、まあ、リアルな雰囲気でぐいぐいこう冒頭から引きつけてくるんですよね。まあ、やっぱりフィリップ・マーローのこの完全無欠なイメージがあるからなのか、まあ、兄のマフィアのアルという人物にですね、こう、小馬鹿にされている弟の、まあ、小太りの、こう、主人公という、その図式がですね、非常にフレッシュで、まあ、僕もどっちからといえばですね、まあ、小馬鹿にされる側の人間なので、まあ、普通に共感しましたね。まあ、兄への反骨心だったりとか、まあ、クレッシーとその元夫ロールズへの、交換、まあ、あるいは共感からですね、彼らにしてやれることを、こう、主人公が考えるのだが、というですね、そのラストは非常にこう苦々しく、まあねじくれた世界の不条理みたいなものが、際立っているなと思いました。しかしだからこそ主人公トニーの意志が闇の中で小さく輝いているようなですね、そういう美しさもあって、僕はまあなんかノワールもののこう良さが凝縮されているような一本だなっていうふうに感じましたね。それでは、好きな文章を言ってみたいと思います。121ページからの引用です。午前1時、夜勤のポーター、カールは、ウィンダミアホテルのメインロビーに3つ置かれたテーブルランプの最後の1つの明かりを消した。青い絨毯の色合いがいくらか深まり、壁が遠のき、椅子にまだ客が座ってくつろいでいるかのようなぼんやりとした影ができ、その日の記憶はロビーの隅に追いやられ、そこに居座った、蜘蛛の巣のように。まあ、ここもでも初期の頃の描写と比べると、描写に動きがあるというか、明かりを消したことで、青い絨毯の色合いがいくらか深まり、壁が遠のき、みたいなその、原因と結果によってその、描写に変化が現れるっていうことをやっていて、あとは、ま、その日の記憶はロビーの隅に追いやられ、そこに座ったっていうふうに、ま、記憶っていうその、抽象的な目に見えないものが、目に見えるものかのように描写されていて、で、そこに蜘蛛の巣のようにっていう、まあちょっと暗い、ねっとりしたイメージみたいなものが重ねられている。まあそれはその物語の展開というか雰囲気を先取るものでもあると思うんですけど、まあそれをこう結構さりげなくセッティングしているのも、非常にいいなというふうに思いましたね。はい、というわけで、まあ非常に駆け足だったとは思うんですが、10作語ってみました。まあ他にもですね、まあいろいろ面白いものが、あると思いますし、まあ、あくまで僕が選んだ10本なので、皆さんのね、短編の、チャンドラーの短編のお気に入りだとか、今回僕が紹介したものの感想だとかもぜひコメントしていただけると嬉しいです。それでは今回は、このあたりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。